甘いジャンルの中では俺これ一番おすすめです。食べたことない？めっちゃ好きやね、うん、昔から。これとドリンクが最高に合います。へー、どうもかまいたちです。ウスキリ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 。まだ片手ですか？まだです。なあ、まだなんです。早くなることになっております。はい、今回はですね、スターバックスベスト5来ましたか。ついに来ましたが、なんかあのベスト5楽しすぎて多くなっててすみません。はい、やってる側もめっちゃ楽しいです。めちゃめちゃ楽しいです。スターバックスね、めちゃくちゃ行ってる。山内はよう行ってるわ。だって俺誕生日プレゼント、うん、スターバックスカードにしてくださいってもう、うん、ツイッターとかで呼びかけて、うん、めちゃめちゃいただきましたもん。お金くださいって言ってるのもう毎日頼んでるぐらい。あ、家でね。家でもウーバーイーツで。おしゃれやわ、家でスターバックス頼んでんねんて。しゃれてるわ。スタバはもう大好きです。もう発表していいですか？おしゃれな家でな、うん、買い立てのおしゃれの家で。言うな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 言っていいわけないやろ。私からいきましょうか。はい、第5位こちらです。なんだ、シュガードーナーツ。はい、なるほど、なるほどと言わせていただきます。大好き。美味しいですね、うん、これはシュガードーナツ、うん、甘ったるすぎないよね、シュガードーナツは、うん、いやでも程よい。俺は、うん、シュガーコーティングがあるから、うんうん、甘さはちゃんとあんねんけど中はそこまで甘い。そうそう、これは迷いました。私もこれとコーヒーね、うまいのよ。合うね。うまいわ。ミスタードーナツもやったけど、ミスタードーナツに入れても遜色ないんじゃん。ドーナツ専門店に入れても、いや、かなりうまい。コーヒー屋さんでこれ売ってるってドーナツ店の、ほんま。お、入ってきましたね。ん、やっぱ美味しいところからドーナツ売ってる人見たことないもんね。お、うま。2連チャン。さあ、もう一個来るか。終わりました終わりました。4までいってほしいんですけど、はい、それが第5位ということですね、はい、私の第5位発表します。第5位はこちら。何それ。抹茶クリームフラペチーノ。甘いの。俺こっち系なかなか手出されへんねんな。抹茶クリームフラペチーノは、うん、クリームね、美味しいの当たり前なんですけど、うん、このスムージーみたいになってるってこと？あのちょっとシャリシャリ感があって、うん、で抹茶の味が結構濃ゆいんですよ。へえ。だからなんかすごい海外チックな感じやのに、和の心になれるというか。俺こっち系頼んだことないな、うん、クリーム系、甘い系。あのね、思い切ってみて。あ、そう。思い切っていかないと、スタバは。へえ。全部美味しいから基本。その中でもあの甘いジャンルの中では俺これ一番おすすめです。へえ。まあ、昔の話ですよ、はい、北新地のバニラっていうお店のナンバーワンだった子が、うん、抹茶クリームフラペチーノ美味しいよって言ってくれたんですよ、うん、からですね俺もその甘いのってあんま飲んだことなかったんけど、新地のナンバーワンの子が言うねやったら、新地のそのバニラのナンバーワンが言うからさ。また甘そうな名前の店やな、バニラの。バニラの、うん、何そのエピソード。でもなんかいつの間にかやめてて、うん、いや、その子の話はよ、バニラをやめてたら知らんけど、珍しいエピソードやな。新地のお姉ちゃんに抹茶クリームフラペチーノを勧められたっていう話、うん、そう。なんか俺があんまり座っても喋んないから、うん、向こうがなんか会話の糸口を探ってきて、うん、よく行ったりするお店とかないんですかって多分食事のことを聞かれたんだと思うんですけど、うん、そうですね、うん、これがスタバって言ったら、私もスタバ好きって、うん、抹茶クリームフラペチーノ美味しいですよねってなって、俺も飲んだことなかったけど、うん、おんってこう話を合わすためにおんって言った手前、これは味見しとかないと次会話弾まないなと思ったから飲んで、あ、ほんまに美味しいんやっていう情報を持って、もう一回その子と喋ろうと思ってたら、もう
ダメっつって。なるほどな。スタバの妖精やったんかもな。茶色かったか。コーヒーの色の茶色かったか。コーヒー豆の色の茶色かったか。なんとかミートさせようとして今何回か振ってますね。これが第5位です。いいですか。はい、第4位。第4位こちら、ソイラテ。ソイラテ、ソイラテでございます。うん、ソイラテ、飲んだことあるか。ちょっと甘みのあるね、感じでございます。俺豆乳好きやからさ、もともと。はい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 。だからでも豆乳をコーヒーで割るっていうのはやったことなかったんで、それに出会わせてくれたのはスターバックスさん。なるほどね、確かになんか豆乳で飲んだ方がなんか健康にいい気もする。そうやね。要は俺調整豆乳あるやん、緑色のこのなんかパックのやつ、あれよう飲んでてさあれ結構好きで、すっごい濃ゆい味の時あるよ、ね、そうそうそう、あの緑のこういうの好きで、もうそればっかり飲んでる時期あったんよ、でその時に、あ、ソイラテってそういうことなんやと思って、ソイが大豆ってあんまり知らなかったもんね、はいはい、でだからこうやって頼ましてる。なるほど。まあ、あの豆乳話になるけど、この緑色のやつのイメージしかなかったね、緑か茶色ぐらいの、ある日どっかのスーパーでものすごい種類の色いっぱい置いてあるの見て、びっくりした記憶がありました。なんだ、いや何の反応もないですよ。逆にこっちがこうしたいんですけど、何の反応があると思ったんですか。 OK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  じゃないの。じゃあ私の第4位、はい、こちら、根菜チキンサラダラップ。何それ、食べたことない。あのね、フードめっちゃ美味しいんですよ。あ、なんか甘いのは食べたことあるけど、フード系は確かにないわ俺。かじってみて。俺も、俺じゃないやめて。あのウーバーイーツでさ、頼むときに朝食としてかなりの確率でこれ頼んでて、え、俺が食べていいの？食べてみて。え、いいの？これめっちゃ美味しいのよ。根菜チキン、ごぼうとかレンコンとか入ってる。ほんで俺あの金盛り式のダイエットしてたやんか。で朝食であんまりパンとかが食べれないなっていう時に、これパンの部分があんまりそのウェイト占めてないから、根菜の部分、サラダの部分がほとんどやからっていうので結構これ食べてて、へえ、めちゃくちゃ美味しいんですよ。根菜チキンサラダラップ、はい、食べていい？どうぞ。すみません、いただきます。いいでしょ、めっちゃいいでしょ。あ、うまいわ。めっちゃ美味しいし、サラダすっごい摂取できるし、野菜いっぱい、あ、うまいうまい。ごまドレッシングや、うん、美味しいよね、これ。うまい。ほら、なるほど、ごまドレッシングはごぼうサラダの感じで入ってんねんな。トルティーヤだ。あ、トルティーヤっていうジャンルなの。レンコンとかの歯ごたえとかも。そう、これもうめちゃくちゃ好きで、うちの息子もこれ好きで、ガブガブ、子供もいけるし、ガブ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 丸飲みしてますもん。これを、ごめんよ。これ第4位です。新しくまた発見させてもらいました、じゃあ第3位いきます。はい、こちら、何それ。ああ、うわあ、テラミス。意外に行ったことないわ。テラミスです。ティラミスめっちゃ好きやねや、昔から、甘いもんそんな食べてなかった若い頃もティラミスだけはよく食べてたなるほどね、ティラミスうめえよな。うまい、美味しいね、この。あ、でも俺スタバのティラミスは食べたことないね。いやー、もう絶対うまいって言うわ、食べたら。ごめん、さっき宣言しておきます、はい、ベタな感想しか言いません、絶対うまいって言います、はい、いただきます。美味しい。うまいちゃうんかい。美味しいわ。これどういう時頼んでる？イートインの時？持ち帰り？持ち帰り。あ、持ち帰り。ニューヨークチーズケーキも頼むで。あ、でもやっぱ俺はティラミスの方が好き。イメージないわ、濱家がティラミス食うてる。マジ？もう全然イメージない。俺ティラミス大好きやね、ほんまに。ファミチキのイメージしかないファミチキばっかり食べてる。スタバちゃうやん。
うん、ファミチキ確かに食べてるけど、うん、うん、うまい、いいですね、甘い系。これが第3位。第3位、はい、じゃあ私の第3位はこちら、粗挽きソーセージパイです。バリうまそう。これね、うん、もうパイ生地で、ソーセージが包まれてるんですけど、ソーセージもうまいんですけど、このパイ生地のね、絶妙な塩加減が、さっくり系。あ、いや、うまそうだ。普通やったら行儀悪く見えるのに、うまそうに見えた、飛び散ったパイが。取ってください、絶対机はこうなります。気をつけてよ、なんとかこうして。絶対なんで、これは絶対なります。そんぐらい、うん、もうサクサク、うーん、生地が温めてもらって。温めてくれるの、スタバって。温めてくれるやつ、これ温めて食べるともうめちゃくちゃ美味しい。あ、そう、うん、この量なんですけど、うん、めちゃくちゃちょうどいいと思います、うん。あのがっつりしたさ、ホットドッグとかって結構お腹いっぱいになるしボリューミーなんですけど、これもう引き締まってる。なんていうの、うん、パイ生地がもう引き締まってるのよこれ、うん、緩めたら多分フランスパンぐらいあるんで。そんなに、うん、ウインが少ないじゃん。そんなんなの。これはマジでおすすめです。いいね、はい、今度頼んでみます。第3位です。じゃあ私の第2位、うん、こちらです。スターバックスラテ。おーい、やっぱシンプルにね、ラテ美味しいです。うん、良いですね。美味しいんですよ、スターバックスラテ。美味しい。ホットのね、うん、場合はもらった時にちょっとこう押して、上の泡だけをちょっとあれが好きです。ホット派ですか。ね、アイスも飲む。アイスも飲む、うん、俺らが昔ラジオでやってた、あの大阪でラジオをやらせてもらってた時の、うん、あるある募集してた時ので、1個めっちゃ好きなあるあるがあるんですけど、うん、スターバックスラテのホット、一口目お怯えすぎて吸うだけっていう。ある。熱、どんだけ熱いか分かんないから。でも入ってけへんっていう、うん、でも湯気の感じで熱いんだろうなっていうのがもう分かってまうっていうね。そうそうそう、スターバックスラテシンプルですが、はい、私これ好きです。なるほど、第2位ね、うん、じゃあ私の第2位はこちら。まだ食べ物や。ビスケットです。マジで俺これ1位と悩むぐらい大好きなんやけど。知らんな、食べたことある。お気に入ってるぐらいですよ僕の中で。ビスケットはめちゃくちゃうまいのよ。バターミルクビスケットで、うん、もう中も何も入ってないです、うん、このバターミルクの感じの味だけなんですけど、はい、このなんていうの、ミルフィーユじゃないけど、この何層にもなってる、あ、まあ、こうふわっと膨らんで割れてる感じや、はい、感じとかがもう絶妙な食感を生み出してくれてて、はい、でも俺はこれをいつも食べるときは、うん、こうガブっていかずに、うん、こうめくっていく。何層にもなってんのが良かったもん。どこ行ったんや。一枚一枚めくっていく。こんな何層にもなってるもの。わ、すごい、スターバックスの考古学者ですね。めちゃくちゃね、このバターの味付け、はい、うんうん、いらんことしてない感じで、これとドリンクが最高に合います、うん、へ、これ食べるときは俺は甘い系のドリンクじゃなく無糖系の苦い系の、うん、ドリンクで行ってもらったら。なるほど。いや、ビスケット、ほんでこれも温めれるんですよ。それを温めんねん。温めるの、うん、ほっかほかの状態でこう俺はめくって食べるのがもう大好き。新幹線でこれなんかもう最高の新幹線じゃん。あ、時間の過ごし方として、時間の過ごし方として、へえ、超贅沢。今度頼んでみよう。こちら第2位です。じゃあ私いきますね。何第1位。第1位はこちら、ドリップコーヒーのアイス。もうこれが一番頼むやろ、だって、どう考えても。いや、これ俺意外やわ。意外？意外。俺もやっぱりアイスコーヒーのブラックが好きね。あ、そう、うん、これとだからそれこそティラミスとかシュガードーナツ。なるほどね、甘いのと合わすときに、うん、確かに最適かもしれないな。そうそうそう、これが俺やっぱ1位。俺も間髪入れず、私もじゃあ何、僕はスターバックスラテのホット。へえ、濱家君2位にしてましたけど、スタバやねんから、うん、スターバックスラテやんっ
あ、看板メニュー的なイメージがすごいあって、うん、で俺コーヒーさちょっとしか飲まへんや、うん、缶コーヒーとかももうちょっと飲むだけでいいんですけど、なんでかわかんないですけどこのスターバックスラテだけはグランデサイズとかいけんのよ、うん、グランデ頼んだことない。で一番でかいやつやな、グランデベンティ、ベンティが一番でかい、一番でかいのベンティ。なるほどね、やっぱり上位はスターバックスラテが入ってきますね。飲み物でしたね上位は、いやでも勉強になりました。抹茶フラペチーノもそうですし、はい、サラダラップ、ビスケット、ね、ビスケット。ほんでちょっとスピンオフで1個だけ言わして。スピンオフ、こんなんもあんのよ。知らんわ。粗挽きソーセージ&スクランブルエッグっていう、だいぶスタバしてんな山内。こういうイングリッシュマフィン、おーらしいんですけど、これも温めてもらって食べたらもうめちゃくちゃうまいの、うん、へえ。あんまりこういうのがあるイメージないやんか。ないで甘いのを食べるような感じになってんねんけど、ご飯系、ね、こういうがっつりご飯系めちゃくちゃうまいんで、皆さんぜひこういうのもね食べてみてください。いや勉強になりました、はい、本当に。チャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。特殊なことして。バイバイ。